はい、今回なんですけど、ダイエットで一番結果が出た方法を教えたいと思います。おいお前、そんなこと言ってるけど、お前どんだけダイエットしたんだよって思った方は、ダイエット動画他にも上げてますんで、そちらを見てほしいです。ダイエットのプレイリストにまとめてありますんで、そちらをよろしくお願いします。自分もブタッとか言われたりとか、あのお腹の肉こう掴まれて、残ったとか言われちゃったりとかもしたことはありますんでね、うん、まあそれはネタでやられたんですけどね。まあとにかく自分も太っていたので、ダイエットを頑張ってる皆様の力になりたい、成功してほしいと思ったんで、今日はこのテーマにしました。今回の動画を最後まで見て参考にしていただければ絶対に痩せられますし、今回が最後のダイエットになって太ることはもうないと思いますよ。他にもダイエットの動画をこれからもどんどん上げていくんで、見逃さないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、じゃあ自分が一番ダイエットで結果が出た方法をズバリ発表したいと思います。それはなんと、インスタを使ったインスタグラムダイエットです。極端に言えば、インスタグラムでダイエットアカウントを作るだけで痩せたも同然なんです。おめでとうございます。まあ SNS だったらどれでもいいっていう方もいると思うんですけど、インスタグラムって写真が基本的にはメインじゃないですか。ダイエットアカウントで載せることといえば何だと思います？多分体の変化か、ダイエットの食事についてか、ダイエットで思ったことなどに絞られるんですよね。今太ってる姿とか、最初のビフォーの写真とかを載せるのがすごく嫌だわ、恥ずかしいわって思う方いるじゃないですか。でもダイエットアカウントなんで、周りの普通の知り合いには見られませんし、みんなね頑張ってね載せてるんですよね。ちょっと恥ずかしいとかっていう気もあるかもしれないんですけど、みんな勇気を持って載せてる人がたくさんいるんですよね。始めればわかりますけど、その辺も絶対載せれますんで大丈夫です。できれば投稿も毎日していると、この時あーこういう感情だったんだなとか、体の変化もわかりやすいですしね、載せるのがおすすめですよ。自分も後から投稿を振り返ってみると、最初の方は食べることを我慢してるっていうもう気持ちになってるんで、すっごい病んでるツイートをしたりとか、不満を爆発させてることを投稿してたりするんですよね。なんかね、後から振り返ってみるとね、それもそれで面白くてね、なんかダイエットの記録って感じでいいですよ。あとはとにかくモチベーションが上がるんです。ダイエットを載せてる方はすごく皆さん頑張っていて、トレーニングを載せてる方、ダイエットの食事を載せている方、あとダイエットの料理を作って載せてる方、日々の体の変化を載せている方もいます。この間もお腹がちょっとぽっちゃり出ちゃったんですよねみたいな投稿されている方がいたんですけど、普通に見たら全然出てないんですよね。もう全然痩せてるんだけど出てるって言われて、え、じゃあ自分ってどうなっちゃうのみたいな、自分はもっと頑張んなきゃダメだっていう風に思えたりとか、本当に何気なく見てるインスタグラムでそうやってモチベーションが保てるんですよね。ダイエットの方法やダイエットのおすすめ商品なんかも投稿にすごく上げている方々がいて、情報もバンバン入ってきますんでね、そちらもいいことだと思います。試したいダイエット法とか、食べたいなと思えるダイエット食品とかが必ず見つかると思いますよ。あとダイエットに疲れてもうくじけそうになる時ってあるじゃないですか。必ずあると思うんですよね。あーお腹減った、もう嫌だーって時、
そうなった時はもうそのままそのことを投稿してしまえばいいんですよ。不満を。ことでストレスを発散することができるじゃないですか。ダイエットに対する不満が減るわけですよね。それはダイエットを続けるのにめちゃめちゃ効果があることなんです。ダイエットをやっている方はみんなそういう悩みとかストレスを抱えてたりとか、今までそういうことを味わってきた人ばかりなんで、その投稿を見て嫌に思う人はいないんですよね。その投稿に対しても励ましの言葉やいいねをくれるとは思いますよ。皆さんやっぱりダイエットを頑張った時には褒められたいですよね。その気分をね味わえますからね。大丈夫ですよ。このようにインスタグラムを使ったダイエットにはさまざまなメリットがたくさんあるんですよね。ダイエットアカウントを始めるだけでモチベーションは上がるし、記録にもなるし、さまざまな情報も入ってくるし、愚痴をこぼせばストレス発散にもなるし、いいことずくめなんですよね。今自分はある程度痩せてきて安心してしまいそうなところなんですけど、上には上がいるというか、もっともっともっと高いレベルの体を目指して頑張っている方がたくさんいて、自分もまだまだ頑張らないとなっていう気になれているんですよね。これで続けられそうです。本当にね、これをね見てくれた方とね一緒に頑張りたいんですよね。ダイエットをみんなと一緒に協力してモチベーションを保ちながら頑張りたいんですよ。説明欄に僕のダイエットのインスタグラムのアカウントを貼っておきますんで、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょうね。絶対来てくださいよ。絶対ですよ。自分史上最高の姿になりましょうね。なってやりましょうよ。 YouTube でもダイエットに関する情報なんかをたくさん発信していきたいと思いますんで、絶対見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。ダイエット一緒に頑張りましょうね。バイバイ。